はい、それでは今日はソフトバンクセレクションのミュージックピースをご紹介したいと思います。マルチペアリングしてみたいと思います。まずは普通に電源を入れます。するともうすでに実は iPhone4 の情報がペアリングされているので、これだけでも iPhone の情報が表示され、ペアリングが完了します。これが一つ目のペアリングです。実際にあとはイヤホンを用意して再生ボタンを押すと、もうこれだけで iPhone の中に入っている音楽を楽しむことができます。 AC コーディックに対応しているので大変クリアで綺麗な音で聞くことができます。これをワイヤレスで楽しめるのは非常に楽しいです。それからここの表示欄なんですけれども、3行にわたって曲情報が表示されるので大変見やすく詳しく理解することができます。大変便利です。それではここからなんですけれども、実際にマルチペアリングしていきたいと思います。一旦電源オフにして再度電源をオンにします。この時に iPad は新規に登録する端末なので 長押しすることによって接続中と表示されます。あとは設定ボタンの一般項目から Bluetooth 項目を表示します。すると端末デバイス を自動的に検出して SB の BT08 を登録、はい、今新たに iPad と Music Piece が接続されました。これでペアリングされたことになります。一旦電源を切った後に再度電源をオンにします。するともう2つの端末どちらも登録されているので検出を自動的にされた後に、まずは iPad の先ほど登録した情報、それからもともと登録していた iPhone の情報、これら2つが0102両方表示されます。これがマルチペアリングの状態です。これで iPad で動画を楽しんだり iPhone で音楽を楽しんだり、もちろん iPhone でこのミュージックピースだけで通話をすることだってできます。マイクが内蔵されているのでワイヤレスということもあって、この場を離れて電話をかけてもらいたいと思います。お願いします。もしもし、聞こえますか？聞こえます。ミュージックピースを使えばこの場を離れて通話することだってできます。大変便利でとても使い勝手のいい製品です。ぜひ利用してみてください。以上です。